レペゼン地球が世界一。実は韓国来るのはね、人生でね4回目ぐらいなんですよ。で、1回目は中2の時ぐらいかな、中1か中2ぐらいの時にお母さんにいきなりね、韓国行くよって言われて、なんで韓国って聞いたらね、おじいちゃんの13回忌って言われて、あ、おじいちゃんの13回忌かって言ってね、なんで韓国ってなるよね。おじいちゃんの13回忌なんで韓国って言ったらね、おじいちゃん韓国人だよって言われて、知らなかったのって言われて、全然知らんかったと思って、おじいちゃん韓国人やったのみたいな、純日本製と思っとったけどさ、そうなんやみたいな、へえみたいな、じゃあ俺クォーターやみたいなって言ったら、いや、おばあちゃんも韓国人だよって言われてね、あのおばあちゃん韓国人やったみたいな、日本語ペラペラやんけみたいなとか思って、じゃあお前も韓国人やみたいな、じゃあおじいちゃんもおばあちゃんも韓国人なら、お母さんは韓国人やんってなったらね、言ったら、そうよ、私韓国人よって言ってね、みたいなの、自分がね韓国とのハーフっていうのを中2で知った、初めて。で、なんで言わんかったのみたいな、もっと早く教えてよみたいな言ったら、いや、伝えるタイミングがなかったっていうのと、なんかやっぱお母さんが子供の時は割とやっぱ韓国人とかっていうとちょっといじめられる可能性があったらしいっちゃうね、結構。だけもし韓国人の科学ってことがバレて、お母さんが韓国人とかなると、なんかほら、いやーいちょーみたいな感じでね、いじめられる可能性があると、その息子とか娘たちが、だけん隠しといたみたいな言われたんやけど、まあ、当時ね中学2年生の時ね、俺がね、もうめちゃめちゃ韓流ブーム来てたんですよ。もう巷はペヨンジュン、ヨン様、パクヨンハ、東方神起みたいな、ああいう時代やったわけよね。いや、モテる。それは、はよゆえ。韓国ははよゆえ。って思っとった。だけど、知らんかった、自分が。で、そこから、そうなん、俺韓国のハーフなんや。って知ったけん、全く韓国語喋れません。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。